ムさんファイト3個カムチアイスありがとう。おはよう。朝ごはん行ってきます。お、いいな。今日は何ですか、朝ごはんは。ふくちゃん、カーネーション、クワトリさん、ハートありがとう。クワトリさん、ハートありがとう。陣内さん、ありがとう。髪の毛。威迫さん、アイス。ひろっちさん、スズラン、ありがとう。トーストとサラダとコーヒー、お、いいね。いいね。わらちゃん、ファイト、ありがとう。8時を早起きというのはちょっと、いやでももう働いてる人いるからね。昼休みさん、バラ10個。オズさん、花束10個と、ファイト10個。ヤスベルさん、カーネーションありがとう。あ、ネックピール忘れてた、持っていく。ちょっと準備しなきゃ、ネックピールを。よいしょ、ネックピール。星野まさきさん、レインボースター、わらちゃん、バラ、ありがとう。首を持ってきます、ちゃんと。これで寝ます。おはよう。これできっと、今日は寝心地いいはず。これで配信したら心配されそう。ありがとう、覚えてなかった、忘れてました。ミッフィーです。うわー、うっかりあんこさん、ファイト、ありがとう。おはよう、みんな、おはようございます。いってきます、頑張って。入った、何分まで配信、うーん決めてないけど、うん、50分までする。ボブパ、これでネックピロー忘れたら面白い。確かに忘れたらやばいね、これで。いや忘れそうだよね、私いつもね、忘れるの。玄関まで持ってっても忘れるんですよ、ね、玄関に置きっぱなし。どう、ボブパ、ボブ、おはよう。いやふい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 、寝坊したの？でもまだ早いよ、まだ朝だよ。よく眠れてないと思う。夢見ました。もうずっと毎日夢見るんですよ。いい加減にしてほしいよね。夢何見たか覚えてないけど、なんか見た。夢で疲れちゃう、毎日。5時に目が覚めた、早っ。私は何時寝たんだろう、分からん、分かりません。前髪が、あ、今日は帽子を持ってくの忘れないようにしなきゃ。
森県銀河さんバラありがとう。なんかね、結構普通に人間界みたいな夢見ますよ。夢っていう夢じゃなくて普通に暮らしてる夢を見るから、普通に人生を送ってるから、なんか寝てるっていう気持ちにならないくって、ごんべんさん、すずらん、ありがとう。いや最近日差し強いよね。日焼け止め塗ってる。今は去年の日焼け止めを消費しなきゃと思って、あの首とかにめっちゃ塗ってる。スプレーでシュッシュッシュッ。おはよう。なぜ玄関まで持って行って忘れるの？玄関に置いといて歯磨きしたり準備したりしたら忘れちゃう。玄関を出るときにバッグを持つときに、あの持ち忘れちゃう。別に玄関が広いわけでもないのに、目の前にあるのに忘れちゃう。普段使わないからですね。普段持っていかないのと、まだ買ったばっかりなのとっていうので忘れちゃう。おはよう。じゃんじゃんじゃんだらんじゃんじゃんじゃん。おはよう。なんか朝起きたらね、あ体がちょっと軽いと思って、なんかあのガリガリの時の超食事制限してて水分とか塩分をすっごい気をつけてる時の体だったんですよ、自分の体感的に。これ絶対に体重減っとるわと思って乗ったけど 0.2 キロしか変わんなかった。これもうめっちゃもう、あもう立ち上がるのもやばいってぐらいの時のあの感覚に似てるわと思ったけど全然違いました。何だったんだ一体。前髪昨日切った、昨日だっけ、一昨日、昨日おはよう。はあ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 。なに？奥さん2回欲しされた、バンされたんですか？え、写真集？でってこと？そりゃコンプラ違反ですね。取り締まらないといけませんね、私が取り締まります。今日は奥さん一緒です。やったぜ。いやマジでね、最近はね、5月4日、5月4日にお話し会の後にあれがあったじゃないですか、未来バトンのイベントがあったじゃないですか。だからお話し会のお弁当、夜は未来バトンの武蔵のお弁当で、次の日は餃子フェス食べた後餃子屋さん行ったでしょ、次の日は尾道行ったでしょ、で次の日はで、なんかずっと、あれだ、あれPR 舞台で東京行って差し入れでシェイクシャックとハンバーガー食べたとかしたら、なんか普段さそういうジャンキーなものとかは食べないから体がびっくりしてて、
バンされたの。よしよし、バンされても大丈夫だよ。よしよし。そう、いろいろ食べてる、いろいろ食べてるけど、食べてるけど忙しいわけじゃないよ。普通にお休みで尾道行ってるから、毎日休みですよ。おはよう。アスリちゃん発動してない、そんなに増えてないです。体重、あ、全然焦ってないよ、余裕です。おはよう。ふわふわふわ、これを忘れたらどうしよう。今日内房なのに。一粒の麦もしさん、いいね、10個ありがとう。10、今日はこの日豊洲ピットであるの、ね、それ忘れたら面白い。でもそれしか言えんそれボットみたいな、これを忘れさせたい人やん。で、忘れそうな気がするからいっぱい笑って、これ忘れたらちゃんとメールで送るから、持ってきたよって、ちゃんと持ってきたんだからね。お、アイスボックスコラボドリンク、なんかね、パセリが書いたサインまだ飾ってあるらしくて、よかったら見つけてください。アイスボックス、パセリいないけどパセリとソラハさんいないけど、サインだけあります。見てください。これ帰り忘れないようにしよう。行きは持ってったとして、帰りは。でもアイスボックスパセリあそこ飲めなかったんですよ、売り切れで売り切れてて飲めなかったから、あの味のリポートみたいなのはできないです。ぜひ飲んでください。え、これどうやってみんな持ってってんだろう。この前はバッグにつけてったんですよ、バッグの持ち手にこれを引っ掛けたけど、メンバーどうしてんだろう。首につけていてんの？嘘だ。え、なんか汚れてる。やだな。ミッフィーとたまに東京へ向かいます。マネージャーさんに預けてる。絶対ない、それは。それはない。マネージャーさん、大荷物だもん、いつも衣装とかで。膨らませるやつね、メンバー持ってるけど、なんかいつも膨らませてて大変そうと思って。紐つけて肩からかけていく、あ、かわいい。新幹線のアイス食べたことあるよ。この前、あれは何の時だ、この前イモスのロケだ、イモスのあのこの前放送されたオーラの時の回の時に食べたのと、 PR 舞台かなんかの去年食べました、バニラ。でも普通に駅のホームで買ったから固くなかった、どっちも普通に、普通にアイスだった。固くもなく食べれました。いや、オーラの会は本当にメンバー結構精神やられる、あれ、ああいうなんか人気調査とかをす
するの結構しんどくなりますね。しかもあの頃ちょっと、あの日は確かツタヤの店長のさ名刺を渡し会の後とかだったんですよ。でその時もうなんか自分ここにいていいんだろうかみたいなモードに入ってる時だったから、なおさらしんどくて涙が出ましたね。まあ詳しくは放送をご覧くださいって感じ。あのロケで、あのロケで悲しかったからとかじゃなくて、もうその時のその付近からなんか自分は向いてるのだろうかみたいなモードに入った時にそれに重なってきたからなおさらうーってなって、だからもうその後から私結構ずっと元気ないですね。それが原因とかじゃないけど、しんちゃんさんレインボースターありがとう。年間1000個、え、そうだよ、絶対食べてるよ。だってアイス1日4個とかしてさ、絶対1000個食べてますよね。恐ろしい。この前ユナアナから急に連絡来て、なんかアイスを食べてもお腹が強くなれる方法を知りたいみたいな言われて、わからない。あれ見てパセが気になって、わっそうなの？じゃあ悪いことばかりじゃないね。やった。でもアイス1個の日もあるんですよ。ちゃんと我慢する日もあるし、ゼロの日もあるよ。PWE さんレインボースターありがとう。ゼロの日もあるし、4の日もあれば5の日もあるし、3の日もある。吉野まさきさんレインボースターありがとう。もうそういう慣れですね。でもね、やめなきゃと思ってるんよ本当に。あのお母さんに会いたいから、お母さんとかおばあちゃんとかに会いたいので、帰省貯金をしないといけんのに食べちゃうアイス。ダメだよね。アイスは糖も脂質も多いよ。黒さんお疲れありがとう。うん、アイス食べない日ある。ロケとか一日ロケがあったとか、朝が早くて夜帰りが日付変わってたとかだったら食べれないみたいな感じ。うわ、うん、朝からレッスンがあって終わって買って食べたら1個とか、うん、なんかそういう一日の活動次第、朝日まで何もすることがないって時はいっぱい食べちゃう。それが昨日です。ブログにねアイスランキングでも書こうかなと思ったけど、ちょっとなんかランキングをつけたいわけじゃなくて、なんかさいっぱい食べたやつをさ紹介するやつしたいなと思ったけど、もうアイスのフォルダが1000枚以上あるから、1300枚以上あるからさ、そっからこう画像をまたぼかしてとかしたらもう大変だと思って、ずっと後回しにしたら1年ぐらい経ちました。そう、実家帰り貯金したい、したいのずっと言ってるんですよ。もうね、あのね最近 YouTube とかでさ、あの斉藤渚さんのドラマのさ CM みたいな広告とか流れてくるから見てみたんよ昨日。 TVer で特別編のなんかシーズン2の
シーズン2の前編みたいなやつ見てみたんですよ。したら本当になんかおばあちゃんが、いやマジでおばあちゃんってなって、いや見てほしいな、岩手おばあちゃんがね、なんかね孫のためを思っていろいろするんよ。でもどんどんなんかこうお薬飲むの忘れたり、あの保険証どこ置いとか忘れたりして、なんかそういうのをさ、おばあちゃんのさ、なんか何自分のこと忘れてっちゃうじゃないかみたいなのをさ感じるのは結構苦しいじゃないですか。したらそのドラマでおばあちゃんが、悲しいことになっちゃって、おはよう、コカジワさんハートありがとう、おばあちゃんに会いたくなったの、そのドラマ見て、よりずっと会いたいけど、おはよう、やっほー、小林さんハットありがとう。なんかねそのドラマのね、そのドラマのお父さんが本当にね、本当にね最悪で、自分の両親はそういう人じゃないから、なんかもう悲しくなった見てて、お父さん、おばあちゃんが体調悪いのになんか麻雀しながら電話で今仕事中なんだよねみたいな、また仕事の休み取るねみたいな言うんですよ、そのドラマのお父さんが。うわーってなんて人なんだって思って、そう悲しい、体調、おばあちゃんが体調悪いのに麻雀しながら仕事をしてるふりをして、うわぁバカーって、帰りなさい今すぐって、今すぐ帰って病院に連れて行きなさいってなりました。今日眉毛だけ描いたんですよ、ちゃんと朝から。眉毛は元気、バカ野郎、新一さんバラありがとう、仕事頑張って、ファイト、お腹空きましたな、テンパってということ。神代さん、スズランありがとう。今日の声はポニテ？うん、三つ編み。ポニテじゃないよ。今年の日行けないけどエール送る、ありがとう、じゃあ私も送ります、お仕事頑張って、三つ編みメールで送る、まあ三つ編みができたらだけど、もし無理だったら違うのします、三つ編みできたらいいですな、できると思うけど。黒さんカーネーションありがとう、おはようございます、おはようございます、ふっ朝礼に行ってきます、
朝礼何するんですか。一つ知らなきゃ書くん。一つ人に迷惑をかけない。一つ人の気持ちを考えるみたいなやつ言うの。朝礼でみんなで知らなきゃ書くんでも言うか。ジュナラゴさん、レインボースターありがとう。しんいちさん、ハートギフトありがとう。確かにミッフィーつけてた今日。一つパセンのことを考えながら仕事をする。ダメですダメです。マチャルさん、レインボースターありがとう。パセンのことを考えながら仕事をしたら、あの間違ってパシェとか言っちゃうからダメです。パセリの出荷作業とかしてるときに寂しくなっちゃうからダメです。パセリ農家前提おはよう。パイ休憩時間に考えて。あーパセリ今頃新幹線でどこどこ駅付近走ってるかな。いやそれはちょっと気持ち悪いな。なんでしょうね。あいやパセリ何してるかなとか。しんちゃんさん、レインボースターありがとう。打ち合わせの上司の声とパンの配信の声が同時に流れてくる。待って待って本日の業務内容はちょっと脳みそを混乱させたいな。混乱させたい。なんて言ってますか上司は。もう爆睡する。でもね今日はねウォーキングに行くよ。私はウォーキングをしてから行くから。会社に着きました。お会社に着いてしまったのか。頑張ってよ一日。新幹線のアイスが かわいいよ。赤林さん、ファイトありがとう。そんな富豪じゃないもん私。歩く。終わったらアイス買いたいから。夜買いたいから歩く。パセリも頑張ってね。ありがとう頑張る。星野まさきさん、レインボースターありがとう。そうお歩いてきた。えらえらすぎるねそれは。えらいえらい。アイスボックス、アイスボックスに早くエナジードリンク入れたやつ飲みたい。今度作ってみます。あかりんさんがあのツイッターで載っけてたからあれも作ってみたい。ジンジャーエールのやつも作りたいし、エナジードリンクのやつも作りたい。今日はね17時40分から出番です。おはよう。今日多いのかな人、東京駅とか。黒さん、花束ありがとう。え、お酒入れるやつね、みんなやってる。牛乳入れるやつもみんなやってるから、なんか気になる。そんなされたら
みんながおすすめしてくるから気になっちゃう。お、近所のコンビニ見かけるようになってきました。それは買いだめしてください。アイスボックス、眠くなってきた。東京駅、たくさん寝れますように。ありがとう、行ってくる、頑張ってくる。豆乳、豆乳入れるの？アイスボックスに。ほえー、豆乳、豆乳ね。コンソメスープやめた方がいい。わかった入れる気なかったけど、わかった。ちゃんと人生の教訓にするね。気をつけるわ。焼酎ないわ家に。そんな気になる。みんながなんでそんなお酒入れてるのかちょっと試してみたいけど、家にないっす。ジュノラゴさん、お断りです。眠いけどお断っちゃう。ワイン飲んだことのある、なんかね、成人したばっかりの時にお母さんが会社の忘年会でもらってきたやつなんだけど、5年前の自分の味覚には合わなかった。料理酒料理酒入れるの？アイスボックスに？炒めちゃう。コカジアさん、ハートありがとう。そうだよ、このミッフィーは首にかけるもよし、抱っこするもよし、友達になるのもよし、孤独を回避してくれます。とってもいいミッフィーです。トン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 。会社着いた。偉いぞ、出勤して逃亡しなくて偉いぞ。頑張ってね一日。私が STU 入る前の働いてた頃は、もしここで逆方向に行ったらどうなるかなみたいなのをよく考えてましたよ。このまま違う家を出てもう仕事場に行かずにどっか違うところに行ったらどうなるかなみたいな考えながら普通にとぼとぼ出勤してます。おはよう。逃亡したくなるよ。したことはないけど、ないですね、さすがに。はあ、そう、独り言の歌詞であるよね、そんなのありますよね。あとさやかりんがね、さやかりんがなんか前ツイートかなんかで言ってましたよね、そんなこと。ほら、わかるわと思って、それなと思って、やったことはないけど。クロさん、アイスありがとう。いや、そんな時ばっか、ほんとよ。みんな毎日
偉いな、学校行って働いて。広島から京都へ車で逃亡したことがあり、すごっ。それ帰りも大変ですね。何時間かかるの京都まで。結構かかる。京都行ってみたいな。京都すでにトヨスピットにいるだと早いな。え、早っ。正座待機してるんですか。気をつけてね、膝が。あのアスファルトで擦れないようにしてね。アスファルト前提。砂利で膝痛めないでね。砂利前提。はいや。早いな。こちら広島におります。8月のアスファルト、いいね。豊洲この時間行ったらあれなの、人が多いの、少ないの、どっちなの。海鮮丼を食べるそうです。皆さん聞いてほしい。海鮮丼食べるなんていいな。海鮮丼食べた。私の朝ごはんはヨーグルト、バナナ、終わり。昼ご飯を悩んでいます。この前さ、お昼ご飯を新幹線で乗るときに買った食べたときにぶどうにしたんですよ。スーパーで売ってるさ、皮ごと食べれるぶどうみたいなやつにしたら、ついてシェイクシャック来たから、あ、よかったって。ここでもしなんかジャンキーなもの食べとったら、もうブク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 ってなってたから、ああ大事だなって、そういうヘルシーに過ごしておいてよかったと思ったんですけど、今日は多分そんなハンバーガーとか食べるような時間ないので、どうしようかなって。帰りに夜ご飯でそういうものを自分で買う、そして昼はどうしようかなって悩む。たかけさん、ハートじゃなくてレインボースターありがとう。いいね、海鮮丼。軽め難しいよね、お腹すくもんだって。爆睡したらいいか。え、そうなの。あのさ、駅弁のおすすめありますか皆さん、これ食べた方がいいよって。でも駅弁ね、あんま買わない。この前は牛タンはあのスタッフさんがメンバーの分買ってくださってたから食べたんですけど、いつもは駅で買うときはサラダヨーグルト、チョコとか。何がいいかな。あ、シューマイ、チャーハン。いいね。マグロイクラ弁当。わ、イクラも人見知りしちゃうよね。イクラだって。よその人のさ、鮭ならいいじゃん、サーモンイクラ弁当ならいいけど、マグロ、この世界に出てきて、イクラは卵のまま急に知らない魚と弁当に詰め込まれて人見知りしちゃうわ。おはよう。
30品目、そんないっぱい入ってるお弁当があるの？どこで買えるんですか？めっちゃいいやん。陣内さん、バラありがとう。いくら、お寿司食べたい。回転寿司行きたい。スシロー、スシローってしたい。でもびっくりドンキー行きたい。パフェ食べたい。へー、この前そういえばウォーキング中にね、あのさ、パスタのお店聞いたじゃないですか、広島にあるパスタ屋さん、ジョリーパスタ見つけたんですよ、ウォーキング中。ここやんと思って嬉しくなった。ここだわーって。釜飯、釜飯屋美味しい。いや、そう、昨日チコちゃんにスシロー行きたいって言ったばっかり。そう、ジョリーパスタ見つけた。ジョリパスっていうの？ジョリパス、なんでみんななんかそのジョリーパスタのなんか常連だよ感出してきたんですか急に。ジョリパスね、何？3連番してるよジョリパス、コメント欄今。え、ジョリーパスタのものなの？内部のもの？え、ジョリパかと思ったね。ジョリパじゃないの？ジョリパスっていうの？2はジョリ、ジョリっていうの。ちょっとジョリジョリしてそうで。ジョリパス、ねえ。じゃあ2の皆さん、おすすめのメニュー教えてください。私今度メンバーとねパスタ食べに行くんですよ。うん、私ジョリパス行ったことない。新規新規。高圭さん、うま、ありがとう。かまっぱ、鎌倉パスタかまっぱっていうの？絶対嘘、本当？本当に言うの？何が正解なんですか？略し方も本当わかんない。なんかさ、息をする心あるじゃん。息をする心のこと、息をする心って言うんですよ。でもメンバーは息ここうとか言うんです。でも息ここうとか、息ここうって言いますか皆さん？私息をする心って言うんだけど、略さずに言うんだけど、息ここがあれなの？正式略し方みたいな、なんですか？イコ、イコっていうの？そんな、イコっていうの？背負い投げされそうな。イコ、イコっていうの？絶対違う、絶対違うや。鼻だれ、鼻だれはもう鼻だれじゃん。無謀、無謀夢っていう人いるよね。私無謀派です。暗闇、風を待つ、大好きな人、無謀、重恋、へたれ、へたれは次、あ違う、重恋、独り言、へたれ、鼻だれ、息をする心ですね。無謀夢入るよね。無謀夢派閥いますか？うん、と無謀派。待って待って、暗闇略すした初めて見た。クヤ、
や、独り言は確かに人肩って言わない、ちょっとなんか人の肩って感じがして、独り言。くら、くら寿司感強い。ふとうちの声。え、あとさ、夏好き、夏好きって言うじゃないですか。私ご用心って言っちゃった略す場所が、ご用心呼びしてる。自然淘汰、エガちゃん。あとは、あとはペダル、ゆめじ、船降り。え、でもふ、なんか船僕って人いるんですよ。ファンの方で船僕呼びいるんですよ。船降り、ペシャ道ペシャ道、何一瞬のスリルはスリル、スリルです。船を、船をちょっとなんか意地悪なとんがり頭の感じがある。夢地言うよ、夢地。多分レッスンとかだと思う。レッスンとかで次聞くで夢地ねみたいな言うからだと思う。夢地、多分メンバーには通じます、夢地で。春夏秋冬、春夏秋冬、夢地。シンドバット、片思いの入り口、君好き、フェスティバル、奇跡、神様。神様も呆れたくらいには神様って呼ばれてる。だからリハーサルの時とかに神様の人たちみたいな呼ばれてる。神様準備してみたいな言ってるマネージャーさんが。次神様だよとか言って、神様呼ばれてますね。いいよね、神扱い。あ、もう時間なの？本当だ、もう時間じゃん。私も神様になりたい。ミュージック、お、仕事してきます。じゃあ仕事後に豊洲集合で、よろしく。豊洲で会おうね、豊洲ピット今日は寒いのかな、寒いのかな。私今日こんな、なんかアラームが鳴っちゃいました。じゃあ終わろう。アラームが50分に設定されていた。多分昨日の夜寝る前のパセリが朝配信喋りすぎるからって設定したんでしょうね。あ、寒い？夜？夜寒いの？じゃ上着いるの？まあ、耐えたらいいか。耐えてきます。配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。朝から仕事中にみんなありがとうございます。また明日配信します。今日はもうできないのでよろしく。みんなパセリができないからって浮気しないでくださいね。ちゃんといい子にしててね。イベントで会う方はよろしく。羽織った方がいいの？分かった。お疲れ様。移動頑張ってね。うん、頑張る。体温調節する。体温調節できる服、分かった。じゃあなんか持ってく。ネックピローも忘れずに持ってく。ネックピローと帽子ね、分かった。ちょっと持ってく。じゃあ皆さんもいい子にしててよ、ちゃんと。本当に分かった？分かったの？分かっといてね。じゃあ終わります。いきます。
13位マー君、12位シーサイドマルさん、11位ミートピポさん、10位クワドリさん、9位人類さん、8位星野まさきさん、7位ジノラゴさん、6位しんちゃんさん、5位 BWE さん、4位渡辺さん、3位コカジアさん、2位一粒の麦虫さん、1位オズさん、ありがとうございます。ありがとう。朝からあ、豊洲行く、待ってるね、待ってるねっていうかこっちが行くんですけどねまだ広島にいるのに待ってるとは。待っててください、待ち合わせしましょう、豊洲で、豊洲集合で17時40分からです。待っとってすぐ行くけんね、ちゃんと行くから、みんなはちゃんと来てね、来れない方は気持ちだけ来てね。また明日、バイバーイ。